6月22日のフェイトグランドオーダー2部4章のピックアップ召喚2が来ちゃいましたね。いつも2部のストーリーのねピックアップ第2弾はおいおい公式ネタバレ早すぎんよみたいなさ、ちょうど今回も1週間で公開されちゃったけども、ただ2部4章は始まってすぐにほとんどのやつのね名前は明らかになるし、新宿の何々とかみたいにさ隠されてるやつもほぼないからさ、そんなにネタバレ感ないね。俺まだ12節だか13節だからまだ完全にクリアしてないんだけども、うん、まあでもここにいるねアスクレピオスとかアシュバッターマン読んだ方が早かったとかはねもうすでに知ってるし、でもってさっき書いてあったのが、神たるアルジュナは、うん、ストーリー召喚には入らない。アシュバッターマンとアスクレピオスはストーリー召喚に追加される。ほう、じゃあアルジュナ狙いじゃなければいつでもって感じかね。でカルナも一緒に、うん、ピックアップ入ってる。アルジュナ・オルタはなんか通称はなんて言われてんだろうね、神ジュナとかタルジュナとか神タルのタルが使われちゃったりとか。カルナはねもう思ってるんだ、まあ重ねかけできるからそれはそれでありがたいけど。じゃあとりあえず引いてみますかと言っても、うん、ギリ10回回せるだけ、10連を1回回せるだけしかないんで、うん、ちょっと札ないか、なんか送られてきてたりしないか。星晶石がちょっとあるぐらいか。うん、じゃあ今回は一瞬で終わるね。違う違う、ここを開く必要はない。まあ1回しか引けないから一つ一つ今回はゆっくり見ていこうかな。うん、パッパと飛ばすんじゃね味気ないからね。はい、飛ばす。そうきたか。そうきたか。よし、見なかったことにしよう。うん、ここで今までの俺だったらこれをタップしてたんだろうけども、ダメダメ、どうせ8月以降に水着とか来るだろうからもっと怖いからダメ、ここはぐっとこらえとく。おしまい。